私がスレたいなのか、周りがスレたいなのか。夫は長男だけど、私は、義両親との同居も介護も拒否した。夫には、弟がいて、夫が高卒で就職して働き出したのに対し、弟は、高卒後フリーター、ニート、就職したもののまたすぐニート、と繰り返した。その間の生活費は義両親持ち。少ない稼ぎは、全部自分のお小遣い。義両親が見かねて、親戚の家に頼み込んで雇って働かせてもらってる。でも、自立できるだけの収入はなくて、義両親の援助あり。その生活が10年以上続いてる。義両親と同居や介護したら、漏れなく、義弟のお世話もセットでついてくるのは目に見えてるし、毎月10万ずつ仕送りするだけの年金があるなら、私たちの援助いらないよね。義弟、出来婚してて。義両親は、弟は、孫の顔を見せてくれることで親孝行したという言い分。その子育て費用を夫婦で賄えなくて10万仕送りもらってるのに親孝行？ちなみに、義弟嫁はビデオ出演歴あり。私も夫も子供欲しかったけど、こんなおじとおばがいるとかないわ、となってこなし決定した。しかも、義両親は、こんなことなら、あんたたちに遺産は残せないという。数千万の遺産があるのは確実だけど、もらえるなんて思ったこと一度もないわ。もらっても残す子供もいないし。うるさすぎて、大事な長男が貧乏にあいでダブルワークしてるけど。それでもいいならどうぞご勝手に、と言ったら、顔真っ赤にして泣いてた。とんでもない嫁をもらったと言ってたけど、夫にお金がないのは、20歳の独身時代ブラック企業で心病んで3年無職感だったからだよ。辞めたいという夫を男なら耐えろと言って追い詰めたのは義両親だし、無職の間を支えたのは、当時まだ他人だった両親と私の稼ぎ。その3年間の借りを早く返したいって自分からダブルワークしてるんだけどね。介護は義務だって言われるけど、先に互いの扶養を拒否したのは義両親だし、現在扶養してもらってる義弟にお願いしろってのは理にかなってるよね。資産全部私の好きに動かしていいならくれとは言ってない。動かすだけ。介護手伝いますよとは言ったけど、泥棒呼ばわりされた。資産全部売りっ払って施設に入れるだけなのに、そんな非常識なこと言ってる？あんまり書きたくないが、補導経験あり、闇金の経歴あり、前科あり、なんだよ。誰とは言わないけど。全部夫と結婚してからのことなんだけど。両親から、結婚前に分かってれば絶対結婚させなかったと言われるくらいひどい。あと、ググったら、ビデオの経歴も出てきちゃう。もし、私も夫も一般家庭で育って、私たちの子が結婚相手として、そんな親族のいる人を連れてきたら、私は結婚反対する。そう思ってしまった時点で、子供は諦めることにした。夫のことは嫌いじゃないけど、それとは、別に心が疲れてるんだよ。後出し多くない？って気持ちもある。夫が離婚届を置いて、ふらっと消えたら、それ役所に出して他人になれる自分がいる。夫は、私の、そんな疲れた部分を見透かしてるから。子供欲しいとは思ってても言えないんだろう。歪んだ夫婦だよね。